新一、このリールはスパークジョイするしない？え、あー、します。じゃあ、これはキープね。次はこの長靴。こんなことやる意味あるんですか？意味なんて関係ないわ。単なる流行りよ。さあ、やりなさい。博士、いつ帰ってくるんでしょうね。同窓会、ふるさとの星でやるんですよね。往復に時間かかるんじゃないですか？博士には一週間だけど、地球では何十年も経っちゃったりして。浦島効果ですね。いつの時代の話してるの？高速で移動するなんて、そんな古臭い真似、今時するわけないでしょ。新一、スパークジョイするの？しないの？これは。こんにちは。何やってるんですか、新一さん。長靴なんか抱きしめて。え？三菱自動車、ピートの不思議なガレージ。釣りですか？はい、そろそろ暖かくなってきたから、今度山猫冒険団でどうかと思って。海の中はまだ真冬だから、本当はもう少し後の方がいいんですけどね。でも、釣れることは釣れるんですよね。ええ、アジとかメバル、マコガレイとかなら。あ、釣りの時は、新一さんがリーダーなんです。へえ。で、そのリーダーがなんで長靴を抱きしめてたんですか？ああ、いや、整理してたんですよ、釣り道具の。前回みんなで釣りに行った後、博士ちゃんと手入れしないまま、奥に適当にしまっていたので。まだ戻ってないんですか、博士？役所さんはやったことあります？釣り。いえ。私も博士や新一さんに連れて行ってもらってやっただけですけど、楽しかったですよ。釣りは。気乗りしませんか？じっと待つっていうのが性格的に合わなそうな気がして。新一、彼女に釣りの楽しさを教えてあげたら？いいですよ。便利カーに行き先登録しておいたから、二人で行ってきなさい。え、今？今度みんなで行った時に教えるんじゃなくてですか？博士がいればこういう展開になるでしょ。何年このガレージに通ってるの？ああ、便利カー、運転したことなんてないですけど。大丈夫。私が遠隔操作してあげるから。ありがとうございます、マリア先輩。私のために。じゃあ役所さん、行ってみましょうか。ピートもおいで。そうだ、話を聞く人も僕知らないんですけど。私が連絡しておくから。でも一応これ持っていきなさい。何ですか、この人形。ポケットマリア、私の端末。困った時は私がナビゲートするわ。カオルちゃん、行ってきます。ああ、はい、行ってらっしゃい。あれ？どうやってエンジンかけるんですか？いつものあれを叫んで、あれがキーの代わりよ。そうだったんですか。あ、Here we go! 動きませんけど。あれ？声に勢いがない。もっと博士みたいに。Here we go!あの二人だけで大丈夫かな。カオル、実はあなたに話があるの。え、何ですか？博士が同窓会に行ったっていうの、あれ嘘なの。あー、よかった、無事にガレージに帰ってこれて。ただいま戻りました。お帰りなさい。何かあったんですか？まあ。カオル、二人に話してあげなさい。山猫冒険団の団長として。はい。今から私が話すこと、とりあえず最後まで聞いてください。質問があるなら話の後で。わかりました。実は。何ですか？これ。眉？眉。確かに地球上に存在するものの中では、それが一番近いわね。さあ、この中をよく見てちょうだい。あ、何かいる。え、博士？そう、博士は今この中でメタモルフォーゼしているのよ。メタモルフォーゼ？みんなの知っている博士はまだ妖精だったの。妖精って？フェアリーじゃないわよ。親と姿形が違う状態。地球の生物にもいるでしょ。オタマジャクシとかトンボのヤゴとか。え、じゃあ博士ってまだ子供だったってことですか？彼らの種族的にはね。博士たちの種族は妖精の状態である期間過ごした後、こんな風に眉を作り、その中でメタモルフォーゼして成体、つまり大人になるの。大人になったらどんな風になるんですか？それはわからない。
生存する環境に最も適した形態にメタモルフォーゼするの。極端な例だと、地球よりはるかに重力が大きい惑星でメタモルフォーゼした生態は、硬い甲羅に覆われた、まるで巨大なムカデのような姿をしていたそうよ。ムカデ?にわかには信じがたい話ですね。確かに。でも博士と知り合ってからそんな信じられない話ばっかりですよ。僕は信じます、マリアさんの話。もちろん私も信じます。それで博士はいつ眉から出てくるんですか？わからない。1週間後かもしれないし、3年後かもしれない。それも環境によるんだそうです。私たちのことは覚えているんですか？記憶は保存されるわ。だから私たちのことは忘れないみたいです。博士から伝言があるの。自分が目覚めるまでガレージは自由に使っていいって。待ちましょう、博士が目覚める時を。これまでと同じように週末に集まって。そうですよね、せっかく山猫冒険団の団員証も作ったんだし。博士どんな姿で帰ってくるんだろうな。ムカデは勘弁してほしいですけどね。三菱自動車ピートの不思議なガレージ。このお話はドライブ・ユア・アンビション、三菱自動車がお送りしました。番組を聞いている皆さんも予想だにしていなかったような展開だと思うけど、今週もちゃんとプレゼントはあるから安心してちょうだい。山猫冒険団のトレーナー赤を2名、青を2名にプレゼントするわ。欲しい方は番組ホームページまでメッセージを送ってね。サイズが M か L かも忘れずに。みんなのメッセージが少ないと博士がおかしな姿にメタモルフォーゼしちゃうかもしれないから、よろしくね。